皆さんおはようございます。ウーアチャンネルのしろっこでございます。よろしくお願いします。ということで今日は一人です。はい、こたつさんがね貧乏中年 TV の撮影に行っておりまして、しろっこね一人で本日は撮影させていただいております。今日なんですけれども、4x4 さんの方でね、大会があるということで、本日もね 4x4 さんの方に遊びに来ております。で、前回年明けレースで走ったコース、おそらくそのままだと思うんですよ。なのでリベンジマッチになるのかな。前回は FT さやかさん、そしてこたつさんと一緒にねここにやってきたんですけれども、前回は確か予選のトーナメントじゃない、予選勝ち抜き戦みたいなのを突破して残り十何名ぐらいかなの、お正月レースのね、決勝トーナメントまで進出しコースアウトしてしまったということで敗北をしているわけなんですけれども、同じレイアウトであればね、ある程度データも自分の中で揃ってるということで、まあ、少しね前回よりもいい走りができればなと個人的には思っておりますが、もちろんね常連さんや、こちらに、ね、来られてるレーサーさんたちも同じ条件でございますので、前回よりもさらにレベルの高い、レースがね繰り広げられるんじゃないかなということで、レースとしてもね非常に楽しみだということでございます。今日は久々のね一人で撮影なので、ちょっとねうまく撮影できるかどうかっていうのはね正直ちょっともうわからないけれども、頑張っていきたいなというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。ということで 4x4 さんがあとね15分ぐらいでオープンしますので、オープンしたら店内の方に入っていきたいなと思います。ということで頑張りましょう。大変です。やってしまいました。フロントアンカーコースアウトして、ほらわかる、これうわちょっとやってしまった。今回ちょっと予備とか持ってきてないんで、なるべくこれがもう抜けないように、まあ、きつく締めるかフロントアンカーを使用するをちょっと諦めて戦っていこうかなと思います。一応セッティングとしては、まあ、近いところまで来てるんですけれども、ちょっとコースアウトでこうなってしまった部分をちょっと、これちょっときついな。さあ今練習走行が終わりまして、現在ねブレーキセッティングがこのような感じになってます、ね、前後ピンクなんですけど、今のところねなんと完走が1、ちょっとねかなり厳しいんじゃないかな。やっぱり前回よりも、前回がね確か30予選アップのボーダーみたいなのが 32.5 秒ぐらいだったんですけど、今回は31秒台後半ぐらいから半ばっていうことで、だいたいやっぱ1秒ぐらい、タイムが詰まってるというような感じですね。まあちょっとあんまり落としてはいけないですけど、ちょっと今回はなるべくね一次予選を突破して、二次予選もできれば突破して三次予選に行けたらなというような感じで、できるだけ完走を目指してタイムもある程度のところで行きたいなと思います。頑張ります。1回戦なんですけども、今2戦走ってですね、一応ルールの説明を忘れておりまして、一応1位完走3ポイント、2位が2ポイント、3位1ポイントというふうになってるんですけれども、もちろんね完走を目指して安定走行しているわけなんですけれども、現在完走できておりません、まあ、大変な状況になっております。お手上げかもしれん。奇跡的にですね、完走した方が、まあ、すごく少なくてですね、なんか勝ち上がれましたということで、残り12名での決勝トーナメントに進出ということで、今回はもうマジで運ですね。あとはもう完走してくれるかどうか、完走率がねもう 25% しかないんで、
ちょっともうあとはこいつに頼っていきたいなと思います。決勝トーナメントなんとか1回戦完走勝ちを収めまして、なんと準決勝まで完走1回、予選完走1回しかしてない準決勝まで上がってきました。いや次も完走してくれるのでしょうか。もう正直ね、このレイアウトについてはもう分からんの一言です。頑張ってもらいたいですね。さあ、オープンクラス優勝決定戦でございます。白子の不甲斐ない走りをね、この方たちの走りを見てね、ちょっと 目を眼福してください皆さん。はい、さあそれでは誰が勝つのか、スタート。スタートして2コースのマシンが先行する形ですね。さあそのまま2コースのマシンが加速ゾーンに入って、さらに後ろとの差を広げていきます。後ろのマシンもね、加速ゾーンは残っておりますので、この差を守りきることがね、まあ、2コースの勝利条件となってまいりますが、どうでしょうか。さあ内側から1コースが加速ゾーンを使ってファイナルラップに入る。横並びだぞ、大丈夫か。さあ内側から1コース来てる。さあバンクで横並びになって、さらにこれ内側から来てるぞ。さあ2コース逃げ切ってゴールですね。おめでとうございます。はい、ということでオープンクラスは準決勝敗退ということになってしまったんですけれども、今回ね、オープンクラスがメインレースじゃないんですよ。今日は 4x4 で有名な、ね、お子さんがいらっしゃって、ゆうしんくんの誕生日ということで、もう本当にね、店舗だけじゃなくて、もう店舗の外にまで机を出してやるぐらいの人が集まっておりまして、でゆうしんくんのお誕生日レースをやるということで、今回ね、ジュニアのレーサーのゆうしんくんが、コース変更を行いまして、もうものすごいね、レイアウトになっておりますんで、まずはちょっとそのレイアウトから見ていきたいなと思います。レイアウトの方を見ていきたいなと思います。見てください、これスタートして2段上りからのレンチェンジャンプ、2段下り上り3枚こう回ってきて、ドラゴンバック3枚からの上り3枚ウェーブ着地、戻ってきて2枚バケモンのコースです。遊園地みたいなコースでね、今日は楽しんでいきたいなと思います。はい、ということでですね、先ほどのレイアウトを見てもらったら分かると思うんですけれども、基本的にはオープンクラスをちょっといじったような形になっているということでですね、ジャンプセクションに関してはあんまり強く意識したセッティングをしないっていうような感じなのかな。ブレーキに関しても同じ感じでいこうかなと思います。あれ以上強くしても、ゴール手前のドラゴンバック2連ドラゴン、あそこが攻略できないと思われますし、逆にね、速度出しても2段上りからのレンチェンジャンプ、あそこが超えられないような気がするんですよ。で、加速の方に振ろうかなとかもちょっと思ったんですけど、結局2段上ってギュンって加速しちゃうと、下りからの上りがしんどくなってしまうっていう、なんかこうイメージが湧いてしまったので、あんまり加速も必要ないかなということで、あんまりトルクのないモーターを今回選択して、電圧も 1.34 ぐらい、これぐらいでね、ちょっと練習走行行ってみようかなというふうに思います。さあ白子の1回戦でございます。さあスタートして、最後方のスタートとなったんですが、ブレーキで少し前に出て、さあトップのマシンがここでコースアウトしてしまいまして、さあ2周目に入ろうかっていうところなんですが、1周目よりもね、この2段上りが飛んでないところから、ちょっとなんだこれはっていう感じになったんですけども、そのまま見る見るちょっと減速していきまして、さあこれ超えれるかっていうところなんですけども、コースアウトしてしまいました。
思いっきりブレーキがめくれてしまいました。くそー、今来るか。さあ、ブレーキを新品に変えてね、挑みました。1回戦2回目ですね。ポイント制なので今回合計3回走らせることができるんですが、はい、ブレーキ新品に変えたことで飛びすぎて超えられませんでした。今日俺ダメかもしれん。俺本当に一応もうちょっとだけ潰したけど、少しちょっとやっぱ高さ低すぎたかなっていうのもあったから、少しちょっとやっぱ薄めにして潰したんだけど、これが止まりすぎるのか飛びすぎるのかもう未知数である。さあ今度こそあの2段を超えることができるのか。さあ1回戦3回目でございます。スタートして1周目、もう危ない、もう危ない、もう危ないぞ。ただブレーキがあんな効いてれば他のセクションは大丈夫そうなんですけれども、さあどうでしょうか。2段超えられない。全てハイダイブで終了しました。うわ、1回目のブレーキマジでいい感じだったんだけどな。あそこが破れてからちょっとブレーキを変えてダイブの流れができたということで、今日はじゃあ日ということでね、一応なんかこの後敗者復活的なノリのやつがあるらしいんですけれども、果たして追うことができるのかっていうことでございます。さあポイント下ルート1回戦なんですけれども、撮影できておりませんでした。大変申し訳ございません。なので2回戦からスタートしたいと思います。さあ、撮影できておりませんでしたので、まさかの準決勝からスタートでございます。大変申し訳ございません。スタートして、さあ横並びからの白いマシン先行ですね。さあ先行していくが、これの差をこの差をどんだけ埋めれるかなんですけれども、さあ白この加速ゾーンはファイナルラップにあります。そして前に出てるこの白いマシンがこれから加速ゾーンに入るということで、絶望的な展開ではあるんですが、どうでしょうか。さあこの差埋まるか。さあ相手はレーンチェンジも残っている。レーンチェンジもクリアして、白っ子は内から加速ゾーンに入って、内側のマシンコースアウトでなんとか勝ち上がりですね。さあ優秀カップ下ルート優勝決定戦でございます。ここで勝つことができればかなりね、今回豪華な景品があるということで、さあ優勝したいところ、電圧をねかなり高めて平面速度を上げてですね、ブレーキで抑えるみたいな走りを今回したんですけども、まさかの走っているのは白子一人。さあどうだ、これ完走することができればなんですけれども、どうでしょうか。レーンチェンジも入って、さあ最後のジャンプゴール、ありがとうございます。なんとかできました。でね、もう今回でね、もう本当に思ったのが、このフロントやっぱちゃんと作り変えようかなというふうに思いました。もうここのね、あ、これ呼ばれてるんでしょ、行ってきます。はい、ということでですね、この優進カップ景品がね、もうめちゃめちゃ豪華で、これ来た人全員がもらえる景品が今映ってるんですけども、僕自身のね、その優勝の福袋の中にもなんとアンチバターだったりとか、まあ、いい充電器とか入ってたりして、もう本当にねありがたい、大会でございました。ただね、自分自身の走りもそうなんですけども、マシンにもね納得いってない部分が今回はね多々ありましたので、次回はマシンを作る配信をやりたいなと思っておりますので、フロントアンカーを作り変える動画がきっと上がると思います。ぜひそちらの方も楽しみにしておいてください。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。Better.